ジガゾーグラント・ウッドは、アメリカ合衆国アイオワ州出身の画家。近代の造形意識による精緻な写実様式に特徴がある。アイオワ州、ジョーオンズ郡のアナモサのクエイカーの農場主の家に生まれた。1901年に父親を亡くし、家族はシーラー・ラピッツに移った。地元の金属会社で働くが、絵に才能と興味を示し、ミネアポリスの工芸学校に学び、 1913年からシカゴの美術学校の夜間コースで学ぶが卒業できなかった。第一次世界大戦中は陸軍で軍用車両の明細のデザインの仕事をした。退役後はシーダーラピッツに戻り中学校の美術教師となった。1920年の夏、友人の画家コーンとパリを旅し、1923年から1924年の間、 パリの美術学校、アカデミー・ジュリアンで学び、イタリアのソレントを旅した。パリで1926年の夏、展覧会を開くが成功しなかった。ヨーロッパでは、印象派などの様々な絵画スタイルに親しんだが、ヤンファンエークなどの伝統的なオランダ絵画に強い印象を持った。1927年に、シーガー・ラピスツの大液軍人記念館の大きな、 ステンドグラスを依頼され、この仕事のために1928年にミュンヘンを訪れたのが最後のヨーロッパ旅行となった。美術館のアルテピナコテークをしばしば訪れ、ゴシック様式やルネッサンス初期の絵画を学んだ。1933年に芸術家村ストーンシティアートコロニーを設立し、大不況下の芸術家のために貢献し、1934年からは、 アイオワ大学の美術学校で講師を務めた。ありがとうございます。